そういう利権とかいろんなのあるんですよ。新国もね、あの人舐めてたんだよ。そしたら結構やっぱり権力持ってんだよね。だからそこで森さん安倍首相のところに駆け込んだんだよね。あ、森組織委員会会長体制ではできて、もう腐敗臭が漂ってるから、国民はその腐敗臭に。あの人ってなんでそういう風になれるんですか、うん、何があるんですか、うん、僕もね、あの人舐めてたんだよ。そしたら結構やっぱり権力持ってるんだよね。権力持ってるじゃないですか、うん、だからそれはどういう権力。田中角栄さんってすごかったでしょ、はい、あの人は建設系の権力だったんだよね、はい、道路族も含めて の、はい、そのゼネコンに強いとか、うん、まあ、田中角栄さんの派閥が県政界で、そういう時代があって、その後ね、なぜかね、文教族っていうのはね、ほとんど文教族なんて大したことないってことですよ。はい、だから文教族が力を一度だけ持つようになってたね、うん、文教族ってのは文部科学省系だからね、うん、だから私立大学に予算をいくら国から援助するか、私学助成金とか、うん、そういう利権とかいろんなのあるんですね。申告率3000億円って言った時に、あれ文教族だから文科省の管轄になるんだけど、文科省なんて国立大学の体育館30億円ぐらいで作ったことしかないから、うん、でっかいやつ作ったことないから、ゼネコンに舐められちゃうだけね、うん、で舐められても平気なんだよね、別に困ってないから彼は、うん、それで利権が増えるだけ。そういうところに手を伸ばしてきた。森さんはそういう文教族のボスだっていうことだよね、うん、文教族がいつまりか力を持つようになってたっていうことだね。なんで持てるようになったの。それまで別に国立大学の私学助成金なんて安かったんだよね、うん、それがだんだん増えていって、それを頑張って増やしていった。だって国立大学の授業料って50何万円でしょ、はい、私立大学80万円でしょ、はい、あんま変わんないじゃん、はい、昔は僕が国立大学入った頃は授業料1万2000円だったんだ。僕の頃でも20万ぐらいだった、うん、それで1万2000円で私立が8万円だから、まあ単純に10倍すると12万対80万だったってことよね、うん、だからそれどんどん私学助成金を入れて、それで私立大学がまあ、もちろんみんな大学行くようになったから入りやすくしたってことでもあるんだけど、まあそういうふうな利権がいろんなところにあって、国立競技場 の、 団体の母体は学校給食の団体ですからね。ああ、そうなんですね、うん、そういうものとかいっぱいあるんですよ。いつの間にかその権力を蓄えていたっていうことですか、うん、ううですね、文教族として、うん、文教族の議員としてその私学の助成金を増やしたりとか、うん、そういうところでいつの間にかその利権が拡大していて、いつの間にか力を持ってた、うんうん、田中角栄の派閥がだんだん力落ちていくわけですよね、うん、まあ、とにかく森さんはまあ未だに力持ってるんですよ、うん、でだから僕がオリンピック招致を勝ち取って、それで組織委員会を切り替えようとして、招致委員会を、うん、で CFO は外資系にしようと、まず全部プラン作って、うん、票も作ったんです、全部組織票も、うん、それがどっか漏れてくるんだね。だからそこで森さん安倍首相のところに駆け込んだんだよね、うん、そういうことがいろいろあって、はい、まあ、とにかくそういう森組織委員会会長体制っていうのはできてもう7年ぐらい経って、でそれが腐敗してたってことですよね。腐敗臭が漂ってるから、国民はその腐敗臭に嗅覚が侵されてしまったってことだよね。あ、まあ、だからそういうふうに考えてる人が多い。そう、ラグビーワールドカップが日本に来てるのもこんなに弱いわけですよ。まあ、強くなってるけど弱いじゃないですか。サッカーの日本代表と比べると弱いと思いますよ。だけど政治力で持ってきたわけですよ。だから政治力強いんですよね、森本首相とかね、うん、ワールドカップがあった後に来年はオリンピックで、フランスで同じ構造が、フランスは次ワールドカップのラグビーがあって、その翌年オリンピックじゃないですか。なぜ日本とフランスかっていうね、うん、そこをちゃんと紐付けた、だ政治力が強いですよね。ラグビーの全世界、ワールドな世界でも強いんですか、うん、日本の政治力は。いや、そこまで強くないですよね。あ、森さんがすごかったってことなんですか。やっぱ森さんすごかったと思いますよ。皆さんが森さんがって言いますからね、スポーツの関係者の人は。だからもう相当怖かったんでしょうね。いや、だから僕たちからしてみれば全然関係ないから、いや別に森さん辞めたんとかいいじゃんとかって思うんだけど、もうだから要は昔ね、いろいろ多分やられたんでしょうよ。この間初めて亀井静香さんと会ったんですよ、テレビのなんか対談で。その時に、いやお前ロケットやってんだったら俺応援するよとかって言って、じゃあ国土交通省を紹介してくださいとか JAL 紹介してくださいとか、僕それで国土交通省の全時間ですよ、全時間なのに部屋あるんですよ、顧問室みたいなんです。いや部屋ちっちゃくなったんだよねとかって、結構広い部屋、時間室よりは狭いと思いますけどみたいな。だけどもうだって亀井静香が多分国土交通省もなかった時代じゃないですか、運輸大人とかの頃じゃないですか、亀井静香、うん、なのに時間を辞めるときに亀井さんに挨拶に行くんですよ。それだけ圧が強いってことですよ。はあ、多分日本のスポーツ、割とメジャーなスポーツの中では一番政治力持ってる団体だと思いますよね。いや持ってますよ、うん、森さんが出てきてラグビー協会変えたっていうふうに僕も聞いたんですけど、うん、
外の世界から入ってる人なんてほとんどいないじゃないですか。ラグビー協会の辞めた人もさっきの話じゃないですけど、ワールドカップの組織委員会の方に部屋とか持ってるらしいですからね、顧問で。だから似てますよね話が。みんな政治力ですよ。